吉野さんブルース・リーのね映画考えるんじゃないと感じるんだっていうふうに言ってましたねそれはあの弟子がブルース・リーに向かって言うんですよどうすればこういいんですかとかねどういうふうに解決していくんだって言ったらブルース・リーがそうじゃない考えるんじゃない感じるんだみたいなねそんなシーンがありますけどもこのシーンを取り上げた人が私のところに来てね あれはブルース・リーが言ったと言われてるけども、あれは脚本家がそういう風に考えて演出の都合上あのセリフを言われたんじゃないです言わせたんじゃないですかっていう風に解説してくれたんですよ。でそこに私はこういう風に言いました。だからそれが考えてるんだよって。あの映画のシーンが映画だっていう風に思うんじゃなくって、あすげえなと、この考え方。は武術事ってかっこいいな。俺もこういう風になれるかな。うわ、感じたな。なんか涙が出てきた。熱くなってきたな。まあ、これが感じるってことなんですよ。だから誰が発したとかね。 どういう裏があったのか、ってどうでもいいんですよ。それが考えることなんですよ。そういうふうに羨み深めみするんじゃなくって、今起きた現実に対して美しいと思って溢れる涙とかね。あの、フランダースの犬の最終回って知ってます吉成さん。最後、あの、主人公の男の子が、あの、名画をね、どうしても見たくて、教会に忍び込むんですよね。でも、ものすごく寒い時期で、その名画をね、一目見たときに、もう力尽きて、そのまま。 あの愛犬のパトラッシュと一緒に死んんででしまうんですよその死んでしまったその名画から天使が剥がれ落ちてきてその天使が実体化してそしてその少年とワンちゃんをね天にこう召し上げていくところを多くの人がうわなんわけなんですよっ美しい最後ラストシーンこんなに感動するんだと思うんですけども冷静に客観的に考えてみると貧しい男の子が犬を道連れに死んだ。 その最終的な死亡地が教会だったっていうねなんともなんとも寂しい話なんですよ感動とかないんですよ悲惨さがあるだけなんですよ当時の多くの貧しい国民がね虐げられて差別を受けて誰にも見とられることもなく死んでしまったとこれがだから考えるやらしさですよねしかもそのアニメを見てせっかくね感動的な涙を流してるのに「おわこのシーンうまく描けてるなー」って解説するやつがいるんですよ考えるなってことですよね感じればいいんで 私はこういういい風に思います。今回はジョージ・バナード・ショーっていう方なんですけどもあの空想は想像の始まりだまさに想像イマジネーションっていうのはクリエーションの始まりだっていう風なね日本語では想像と想像って同じように発音しますけどもまさにねあのイマジネーション空想ってのはクリエーション発想の始まり想像の始まりだったってことなんですよ3年で1億稼げるなっていう風に感じたってことは多分それまでの人生で瞬間的な判断力っていうのがあったんですよね条件反射みたいに。 うわ、自己アフィリエイトすげえ絶対これで稼げないってことなんのみたいな感じですよねだから稼いでもないお金のことを自信を持ってスピーチができたと思うんですよそれからもでスピーチが現実化したと思うんですよねでジョージ・バナード・ショーの言葉を借りればね空想は想像の始まりであると願い事を空想し次に空想したことを願い出すね本当にそうなれよってそしてついには空想したことが想像できるようになるっていうこの段階を踏むってことなんですよねだからね 考えすぎるんじゃなくてその受け取る、受信するってことが大事なんですよ受信ですよもうそこから第二次情報として考えてリズメで攻めていくってことはあるにしてもその感じるってことを失って考えることにフォーカスしちゃうとその考えはあ結構ねあの矛盾をはらんでいて破綻するんですよだって自己アフィリエイトの方法どうやって1億円稼ぐんですかって話じゃないですか考えたらね、うん、で。 考えたらはっきりり分かることもあります。その自己アフィリエイトを取っかかりとして集客して別のものでお金を稼いでいくっていうふうなねそういうふうなロジックにはなるんですけどもでも感じたのは自己アフィリエイトこれで人が集まんないことってあんのこれで詐欺扱いされることってあんのってことなんですよね。そして私が考えたのはメールアドレスが取れる人と自己アフィリエイトインターネットビジネスで1万以上稼いだことがない方は来てくださいっていうふうなフィルターを上と下にかけたんですよね。 そうすると自己アフィレートで感動する人しか来ないという図式ができるということでございます。はい、じゃあ今日はですね、えー、何でしたっけジョージ・バナードショーのことを話してみました。いってらっしゃい。